こんにちは。ファッキンオーサムヘルマットの丸山です。今回はね、今年また終わりってことで、映画をね、ベスト上げたいですけど、ちょっとね、ここ1年ぐらい映画見れない闇期に入ってまして、ってことで今年新作映画ほぼ見てません。なんなら今年20本ぐらいしか映画見てないっす。すいません。ほんとすいません。そんぐらいのノリです。ベストっつっても20本ぐらいしか見てないんで、2個しかあげないっす。もはや。ほんとすいません。ほんとにすいません、これは。今年2本目に見た映画で、3回見たのがエヴァですね。新エヴァ。これは、ありがとうございました。お疲れした。どうしたっていう感じです。本当に。今更、ねえ、僕が、なんか、とやかく言う作品でもないんですけど、新劇場版から入った世代なんで、まあ、ちょうど15年一緒に経ったっていうところで、新劇場版を、まあ、終わらせる感じの完結になるのかなと思ってたら、まあ、全部ひっくるめて終わらせに来たというとこっすよね。おー、そこまで手出すんだっていう。あんのやっぱなんか、もう、予想の斜め上を超えてくる演出と話構成してきますよね。いやー、ほんとすごい、ほんとに尊敬してる監督っすね。あと、エヴァってなんか毎回見たことない、まあ、ワークもしてくるし、演出がほんとに意味がわからんっすね。ほんとに、そこ行くんだっていう。のを毎回見してくれますよね。セル画になってって、原画になってって、っていうとことかね、ほんとすごいっすよね。一回目はそこで、マジかっていう、そこのびっくりと、あとプロジェクターのシーンですよね。おー、なんか全部タイトル出てきた。っていう、まず演出で一回目は圧倒されちゃいます。まあ村のシーンも良かったっすよね。ほんとにね。綾波がね。綾波がほんと人の心を学ぶというか、もう良かったしか言えないんだよ、結局。ほんとに。まあ実写になるのもほぼ反則というか、反則スレスレの演出ですよね。もうあの人はエヴァを表現っていうか、自分を表現するのにもうほんとに枠組みがないんだなっていう感じですね。すげえと思って3回見に行っちゃいました。まあ、3回程度かよっていう、あれもあると思うんですけど。まあ、ちょっとしかできてないエヴァですら、丁寧に、葬っていくというか、そこが本当に作品に対する愛が半端じゃないですね、作り手の。で、まあ、キャラクターに対しては、本当に、一人ずつ丁寧にお別れしていくと。そこは本当、ちょちょ切れますよね、涙が。本当に。エッフェル塔下から撮る普通撮る下から。ありえんくない？構図の切り口が本当に普通じゃないっすね。新エヴァンゲリオンは多分ずっと付き合っていく作品になりそうな感じです。はい。もう一本、二作目。ザ・ガーディアンズ・オブ・違う。ザ・スーサイド・スクワットです。これはもう本当に意味わからん。本当にどこまで行く？どこまで行くんだって思いながら見てました。もうこれ、ちなみにこれ劇場で見てないっす。すいません。本当に後悔してます。本当にすいませんでした。いや、これ本当に見ときゃよかったな。本当に失敗した。もう、何この勢い、パワー。何DC 映画って今まで、ザックがやったやつだいぶきちいなっていう感じだったんですけど、もうなんか、ひたすらに鈍重なルックと話の展開、だったんですけど、結局ジャスティスリーグで良かったシーンってワンダーウーマン出てる、その上がるとこでしょ？でねーねー、ハンスジーマーのテーマね。あれが流れるとこが良かったじゃないですか。で、結局そっちなんですよね。俺たちが見たい、アメコミ映画って。そういうことで言うと、ザ・スーサイド・スクワットはだいぶ振り切った。ポップだけど、
コアな、俺はマーベルには作れねえなっていう感じの映画になってます。ただまあジェームズ・ガンなんで、監督が、うん、まあマーベルやってますからね、あの人はね。なんですけど、マーベルの監督を持ってマーベルらしくないものを作ったというところですね。まあジェームズ・ガンといえば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですよね。でまあ似たような構成というか、まあはぐれ者が集まって、一個のミッションを達成するっていうところで、まあ大枠は似てるんですけど、やっぱそのゴア描写だったりとか、こちらと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですね、住み分けちゃんとできてるなっていう印象です。まあド頭から最高ですもんね、この映画ね。いやみんな死ぬやんっていう。しかもまあまあ人の命がカリカリ、本当に軽すぎる、マジで最高です。やっぱ死ぬ時にね、あとね断面、頭サーって切れて、ここの断面が見れるのはねすげえ大事なんですよ、やっぱ映画においてね。普段見れないものを見せるのが映画なんで、そういう意味で言うと、やっぱこの断面、脳の断面なんてよう見れないですからね、普通の人ね。そこは熱いっすよね、やっぱり。まああと見事だなと思った、シーンがですね、クライマックスなの塔に爆弾仕掛けていくとこなんですけど、ポルカドットマンが爆弾入ってた袋を落として、あやべっつって拾うと、ポルカドットマンの後ろにいた運転手が敵に見つかって撃たれます、死にます、でみんな、隠れますと、でなんかわちゃわちゃ言って、で死んでるっつって、あいつ死んでるっつって、えそいつ誰みたいな、でそいつ誰のくだりも後々聞いてくるっていうのがまたすげえんですけど、でまた敵が来ると、それで、ポルカドットマンが出しちゃうんすね、水玉。ポルカドットマンが水玉出しちゃって、そしたらさっき落とした爆弾に引火して大爆発するっていう、これ全部繋がってる、ちゃんとしてる、丁寧だなと思って、ここのシーンめちゃめちゃ好きっすね。いやうめえ、無駄が一切ない、全部繋がってる、これぞ映画だというシーンです。まああとやっぱり七上キングシャーク、ここ本当に我が家でも人気なキャラクターになりましたね。今あの七上のフィギュアを買うか検討中です。ちょっとねあのリアルなやつ結構高いんでね、どうしようかなっていうところなんですけど、まあ、キャラ造形も可愛いし七上だし、まあ本逆さま読んでるとかねすげえ可愛いっすよね。いいな、可愛いなと思って、誰が声優やってんだろうなと思ったらスタローンだしね。スタローンね、全映画人大好きですからね。タローンは超映画人があんな役をやってるっていうね、スタローンかわいいっすね、マジで。まああとこの映画はですね、もう一個ね僕の定説をねすごい固いものにしちゃったんですよね。ピクシーズが劇中で流れる映画名作っていうのが一個提唱してまして、まあそんな今んとこないんですけど、まあ代表的なのはまあファイトクラブですよね。ラストシーンでビルがバン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 ってなってって、で繋いだら Where is my mind が流れてくると、でエンドロール行くっていうの最高のシーンなんですけど、まああと500日のサマーでもジョセフ・ゴードン・デビットが、カラオケのシーンで歌うところがありますよね。でこの映画でもラストのクライマックスの塔に行く前、雨が降っててバス乗ってます、着きますってとっからピクシーズ流れんすよね。かーって感じだよね、本当にピクシーズって感じだもん。ピクシーズなんですよ、本当にピクシーズ最高だな。ピクシーズ聞いてください、まず本当に最高です。まあ本当そのアンチヒーローというか、パンクリズムがもう存分に溢れた作品ですね。いやーいいです、これほんと最高。うん、これは版買おうかなって思ってますね。めちゃめちゃ良かった、マジで。ほんとあの一作目のわけわかんねえ、もうはぁって感じから、ほんとに一作目マジ切れしてたんですけど、見た時ほんとに良かったっす、これは。はい、という感じでちょっと2本だけですけどちょっと紹介しました。今年まだね見てないのがキングスマンもまだ見てないしね、アマゾンとかでもまた追っ
で見ていこうかなっていう、年末年始でちょっと消化していこうかなって感じです。皆さんの方がね映画見てるんで、ちょっとおすすめをちょっと教えてください。年末年始で見ます。じゃあまたお願いします。